落語家の林家木久扇86が日本テレビ系演芸番組笑点毎週日曜あと5時30分を今日31日の放送をもって卒業した。半世紀を超える55年の歴代最長出演を果たした木久扇は番組冒頭の挨拶からいつもと変わらないお知らせで会場を沸かせた。大喜利の一問目はおバカキャラの与太郎木久扇にかけた、おバカな人もっとおバカな人というお題に対して、木久扇はバカなのは答えができていないのに手を挙げる人、もっとおバカなのはそれを知らないで当てちゃう司会者と回答し、司会の春風亭昇太の愛あるいじりで笑わせた。2問目、木久扇さんが様々な番組に出演したらのお題では、私木久扇が全てのサッカー番組に出演することになりました、なぜかというと私はキックを木久扇と回答し、お得意のギャグで会場の笑いと座布団を1枚を獲得した。